まあ、維新のことを犯罪者養成政党と言うてるんですけどもですね、これ、2023年ですかね、その時に言われとったやつですよね。これ私学の無償化やってるの大阪だけやっていうようなことを言うてですね、これ記者会見で、まあ、馬場代表が選挙の時嘘を言うてもええんだというようなことを言うたという映像ですね。これもあの SNS 等でね、なんかその街頭演説している、まあ、映像が流れてますけれども、まあ、その言いぶりというのがありますよね。その選挙の時ですから、私がそれ国会で公の場で質問したりとかそういうことをしているということであれば大問題ですけれども、もちろん括弧書きの中に所得制限はありますけれども無償、完全に無償化していますと、該当者の皆さん方には完全に無償化していますという意味合いでね言ってるんです。ですからその街頭演説で一言一句合っているか合っていないかということを追及しだすと、まあ多くの政治家にいろんな相互が出てくると思いますよ。私はだからその方向性を理解してほしいために私はそれを申し上げているわけですから、まあその一言一句とらまえてですね、ババがこう言ってたからおかしいとかね、まあそういうことはあの選挙の時にはまあ多々あることですから、あまりそのこう使用抹殺をこう、まあ、つくというようなことはあのおやめになった方がいいと思います。何が使用抹殺なんかようわからんけども、結局まあ分かりやすいだろう、書いてる通りですよね。まあ、選挙の時に嘘を言うてんのはええんやと、他のやつも陽さん言うてるやろと、他のやつが誰なのか具体的に言えということです。まあとりあえずですね、まあ嘘を言うてもええんだというようなところです。で、まあ、馬場君に関してはですね、こう週刊文春でもですね、これ有料なんでお金かかりますけども、こういろいろやってますね。もうとりあえずあの大鳥の社会福祉法人乗っ取った話どないなったんかなということなんですけども、まあこれはこれでですね、まあ国会議員ですから、まあ馬場君もね、まあ単なる私のパイセンであったり堺の市会議員ではないので、全国でやっていただけるということで、私はですね近隣の南大阪の議員をやってみたいなということでございまして、今貝塚市議会で大問題になってます。これです、タルタニですよ、パイプカット今井の射程ですよね。もうこれ直接射程です。で、まあ、もちろんその射程の中に牛尾次郎という牛府議もおるわけですけどもですね、これもうこいつがえらいがんなんですよ。で、私もですねこれ挨拶しませんからね、不動産屋なんだけども、お客さん入ってきても無視するのかっていう話なんですよ。で、私に挨拶せえへんだけちゃいますよ。貝塚の市議会のですね他の先輩なんかにも挨拶しないということで、またこの次のやつにも載せますけども、岸会清掃組合、清掃施設組合議会というのがあるんです。そこから岸和田8人貝塚6人がおる中でですね、たまたま樽谷を含めた6人維新が他にも2人入ってます。八野氏と長谷川氏ですね、3人維新がおるんです。で、当時ですね岸和田側でおったのは私と倉田副議長です。倉田副議長維新ですからね。で、まあ陽さん集まったら岸和田の方が8人なので、ほんで数に明かせて言うたというふうに思われたら腹が立ちますんで、で、まあ貝塚6人揃ってこっち側は私と倉田副議長だけしかいなかった。そこでまあ言うたわけです、挨拶を3回というようなことを言うてですね、叱責をしました。当時あの中で一番たくさんおられた、年季があるベテランは飯野議員やったんですけども、まあ飯野議員にも挨拶しないということで、まあ叱責したわけです、まあ、それはいいんだけども、これですよ、これね、これ3月議会の27日が最終日やったんですけども、これまた嘘ばっかり言うんです。で、議員報酬引き上げに反対の理由というか、まあ、貝塚はですね報酬審議会がかかってますので、審議会の中でお決めになられるということです。で、その中でそこから上程がなされてですね、市議会でどう考えるかということをやってます。岸和田は違うんですよ、岸和田はそのまんまなんです。ほんで上程するかせえへんかってやってきてですね、これまあ見てもうたら分かりますけども、2023年12月議会でも出してこようとしてたのかどうか知りませんよ。せやけどもですね、2015年
で最後です、議員報酬が上がったのは。これなんでか、私が2015年にですね、黙ってこいつら、こいつらというかね、議員が報酬上げてるけど、しかも夏のボーナスに遡って、そりゃそうですよ、年度内だから12月に上げる議決をして、まあ、夏のボーナスも訴求して上がるということに今なるわけなんですけども、それを市民に黙ってやってるでしょと。で、特別職の報酬改定というようなもんを書いたってですね、中身さっぱりわからんわけですよ。で、それみんな黙ってたから、私がこう2015年の時に言うたんです。なら、もうその時はもう上がってしもたからどうなってんだってやったんです。で、その後で2016年市長だけは上げてますわ、市長、副市長、教育長かね。ところがその後はですね、用出してこんのですよ。で、私も当選してますから、もう中にもガン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 やりますよね。ほなら他どうなんやということですよ。他上げてないんか。上げてますよ。泉市見てください。22年、23年上げてるの。貝塚もそうなんですよ。で、泉吉もそうです。で、泉佐野は23年だけ上げてる。高石は22年だけ上げてる。ということになっております。つまり、金利子みんな上がってるんだけども、岸原だけは私の働きによってですね、もうみんなよう上げんのです。初めから上げてきた時点でですね、これおかしいんじゃないのと。で、私今言うてんのはですね、上げるんやったら上げんかいと。上げてもええけど、次の選挙を経た時点から上げなさい。この3年後ですね、統一地方選挙で岸和田も変わります。その人らからですね、5月1日から任期になるわけですから、そっから上げるんやったらええでと。今の私らが上げたらあかんと。よっぽどそんな無茶苦茶なね、出飲みみたいなことやってんだったら別だけど、そうじゃないんやったらもう上げんなという話をしてます。ちなみにですね、私が一番市会議員の中では貧乏ですよ。なんでか言いますわ。もうこれね、チラシにも書いてるけども、収支報告をこないして出してる議員っていうのは誰一人いません。これ自腹の分ですからね。報酬の中からこういうようなお金出してますよと。で、飲食を伴う会合なんかもたくさんあるんです。そやけども、そういうお金についてはですね、一切こっから出してませんよと。いうことで、いろんな経費を、政務活動費とこれ言うときますけど、重複してませんよ。政務活動費と別ですよ。ほんで私これ作ってますけども、これもここに書いてるように、市政報告っていうのは、これ自腹でやってるんでね、1回30万ぐらいかかってます。これ自腹でやっております。で、だからこんだけのお金を経費で使ってるんで、結局この時は、まあボーナスなかった、8月、11月分ですからね。この時にはですね、マイナス40何万でですね、もう最終的にはマイナス51万になるわけです。3ヶ月でね。で、仕事をすればするほどお金がかかりますよ、ということをやってんだけども、これをやれって言うんですよ。金のこと言うんやったらね、これやって、こんな金がないんです。だからあげてくださいって言うんやったら、市民の皆さんも理解得られるんじゃないんですか。で、一番そういうことやってる私が、次の期からの人に対してあげるちゅうのはかまへんけども、自分らが上がるということはよっぽどの問題がない限りはすべきでないと言ってるんです。で、維新はそういうことは一切言いませんからね。で、その中で、樽谷議員が何言うてきたか。樽谷雄太はですね、金が、貝塚は高いんですって言うんですね。こう書いてるでしょ。俺も貼っとくけどね、後で。で、金が高すぎるということになって、まあ、さらに上がって市民の信頼を失うことにつながると考えます。もっぺん見せますよ。貝塚市見てください。2022年2023年両方上がってるんですよ。はい、まあ、それはいいねけども、でちょうど今なんか押したんか、切り替わったからね、こう見せるけども、これ全国平均より12万3千円すでに高額ですというようなことを、まあ、書いてるわけですよね。ほんまにもうちゃんちゃらおかしいと言うしかないんだけども、で、結局そういうことを言うて、これ嘘なんです。で、そういう嘘を言うてですね、だから初めの馬場君の話とつながるんだけども、嘘を言うて、国会で嘘を言うてんじゃないんだからええんだろっていう馬場君は言うたわけですよ。ところが樽に関してはですね、これ市議会で嘘を言うてるわけですよ、本会議で。で、結局、まあ、6人維新いてますから、その6人がですね、まあ、賛成をして可決になったと、可決者じゃ6人は反対したんだけども、そやけども何を言うとんねんと、他の議員にしてみたらね、嘘を持って何を言うてるんですかというふうになりますよね。で、この嘘をバラ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 振りまくからね、だからこそ市議はどんだけ金欲しいんやというようなね、こういうことをそら思いますよ、市民は。で、この市民っていうのは誰か分からんけども、こう他の全国でこういう話聞くんだけども、なんでこの報酬高いんやというように思ってる人おるかも分かりません。楽して稼ぎやがってと。ほんならそういう人に対して、こんな仕事してるんですけどと
いうのを説明したら、その後ではですね、みんな、いや、もっと上げたれって言うんですって。それは、全国の、議員なんかでですね、話する中でも、全国議長会なんかでも話してたんじゃないですかね。そういうことなんです。だから、仕事の中身を言えへんというのは私は問題だと思いますよ。だから私、こないしてね、自分でもこれ開発チラシちゃいますからね。開発チラシは政務活動費で出してます。それと別に私こないして出してますからね。こういうことをやれって言うんですよね。で、これ、厚生年金に加入したいと意見書を出し、これも言うときます。国民年金なんですよ。で、タルは不動産屋をやってんのか勤めてんのかなんか知りませんけども、社会保険かけてんのかないよ、わかりませんよ。せやけども、そうでない人っていうのはたくさんおられるわけですね。ほんで、議員をやりだしたら、もう議員っていうのも専業でやらざるを得ないんです。で、土日やったらええやないかとか、ボランティアでやれって言うんだけども、それであるならばですね、欧米のように、値段が安いってことを引っ張ってくる人おるんだけども、わかりましたと。そうであるならば、判断ができる時に判断ができるようなものを市民が集めていただけるんですよねってなるんですよ。欧米はやってますからね。だからそのコストを市民が払わないからこそ専業でやらなあかんというようなことにもなってるという話でございます。で、これも同じ時にですね、これ書きましたけども、これね、結局だからこれ4月また上がるんだけども、月額報酬岸和田60万です。ところが所得税4万7000引かれて住民税6万5000、これマックスです。で、住民税マックスじゃないか。で、国保これマックスです。8万5000引かれます。解放7万5000引かれます。これ4月から上がります。で、年金1万6500円引かれます。ということで、手取りは31万円です。これなるわけですよ。これ単身者の高平モデルということになってますけどもね。で、結局、そないになってですね、こう、さっきも見せてるけど、こういうもの支出があるんだから、最終的にはボーナスあったってですね、副業戦と飯食うていかれんでと。で、住宅ローンにしてもですね、銀行は貸しません。4年間の商売ですから。何期やってでも貸しませんよ。国会議員とかだったら別か知りませんけども、市会議員に銀行で貸すというとこがあるんであれば私は教えていただきたいというふうに考えますけども。だからですね、自営業者であったりですね、まあ私も行政書士ですけども、弁護士とかね、司法書士とか、他で仕事ができる。それでもそれをやることによってですね、議員活動というのはおろそかになる可能性はあるわけですよ。私は行政書士もやってるけども、どっちも片手間にやりがってということは絶対に言わせませんよ。なんでか、出してるからね。これ出してるし、私は全ての議会で発言してますから、私は絶対に言わせませんよというふうに自信を持ってるんだけども、まあ言いたきゃ言ってくれたらいいですよ、根拠を持ってね。で、世襲や金持ちのボンボンが、あとはですね、厚生年金がもう完全に担保されてる。これリタイア世代ですね。60回った方ですね。で、若い人入れれって言うわけでしょ。それやったら、これ厚生年金もないのに、これどうすんだってなるわけですよ。ほら、金持ちのボンボンは若かってもいけますよね。ほんならそういう人ばっかりでいいんですか？一般の市民入れなくていいんですかということです。だからこそ厚生年金かけなさいっていうのは、これ政府も言うてるんですよね。で、これ、維新の会っていうのは、馬場君が言ってたのは、第二自民党って言ったんじゃないですか。それであるならば、これ、第二自民党なんだら、第一自民党賛成してんのに、第二自民党が反対するのに意味がわからないんですよね。で、ちなみに、これね、これ、まあ、議会の闇というふうに出しましたけども、これ、さっきの、なり手不足を防がなあかんから、若い人も入れるように厚生年金かけたりっていう話ですよ。で、そのようにしてやったときに、まあ、うちの二次の会は、まあ、賛成です。で、公明反対ね、ほんで、維新反対ね、ほんで、共産党賛成ね、これもよくわからないんですよ。で、これ、こっち側なんかは、まあ、自民系ですからね、例えば未来なんかは、丹保議員は、岸和田の支部長ですよ、自民党の。ほんで、和歌山のエロコンパニオンパーティーにも行っとったけどもね、まあ、それはもうこの次のやつに出しますけども、で、前と、京西議員も西田議員も、これ自民系でしょ。で、こっち側も、まあ、まあ言うたらそうですよ。小野議員は、まあ、維新クビになっとるけどもですね。まあ、自民系じゃないんかあるんかという話ですよね。なんでこれ反対するのかね、意味がわからない。ほんで、これを他の議会の議員に見せたんですよ。ほんなら、これ、なんで、この公明党反対してね、しかも、自民とこの自民系のやつはなんでこれ反対するんやというわけですよ。
わしは知らんがなと本人に聞けて言うて言うたんだけどもね、これ何人も言いましたよ。ほんでこないして私が公開したら次の時にもう流れてしもたんですよ。2回出して2回こう前回一致出ないと表に出ないんでね、だからこれも本会議でやれということを私は言うてるんですけども、公明が今度は3月の時には参戦に回りました。何にも変わってないですよこれね。ほならなんでこの時反対したんやと、まあ、これ公明の皆さん聞いてください、それ何でもええんやけども。で結局そういうデマを言いましたということをわざわざ言うわけですよ。ほんならですね、これ、こうね、いろいろこう書くんですよね。これなんかこう川瀬さんっていう人ですか、維新の開花も楽しみです。維新なんか開花するわけないやろ。維新開花したらえらいことですよ、ほんまに。開花したらね、毒が撒き散らされるということですからね。そういうこと楽しみにするんやったら自分で自分の組み締めてるのと一緒なんでね、ほんまに。ほんで公約実現へ邁進します。公約を実現したことで維新って何かあるんですか、なんかよう分からんけどもね。でこの人もまあ言うたらこれ真に受けるわけですよね。でそんなに差があるんですよね、もうはっきり言うてこれは嘘ですから、嘘じゃないのということをこの人はファクトチェックできないということですよ。もうわざわざこの人はクローズアップしないけどね。で俺またこう嘘に嘘をまた塗り固める塗りかぶせるようなことやるわけです。ほんでどうなったか、これ3月21日5時44分です。はい、次の投稿見てください。これね、これ、29日9時34分で、この時にどうなったかというと、まあ、議会代理の云々観音っていうのは書いてるんですけども、で、医師の海外の貝塚市議からこれ Facebook、まあ、インスタもやってるんでしょうね。さっきのこれですよ。さっきのこれの内容についてですね、謝罪と訂正を求められました。当たり前ですやん、嘘なんだから。表現の自由、嘘言うてええんかということですよ。議会の中でね、明らかなそれも嘘なんです。自分のことやし、ちょっと調べたら分かるようなことでも嘘言うてええんかということなんです。大問題ですよ。でとても多くの方からコメントや直接メッセージ電話をいただいてます。まあ嘘に騙されてる人もそらおるでしょうね。オレオレ詐欺も騙されて何百億とか騙されるんだから、はあ、返還金詐欺もそうでしょ。フィリピンから電話してですね、すごい金額騙される人がおるわけですよ。お金払っても騙される人がおるんです。この人らは別にお金払ってないんでしょ。多くの方からのコメントはね、コメントするたびに1万円とか払ってるんですか。違いますよね。ならそういうことでですね、まあ騙されてコメントするのはタダですからね。まあ何でもいいんだけども。で、都道反対多数で否決されてきました議員報酬削減の己ら勝手にやれちゅう話ですよ。ほんまに。もう何遍も言うけども、せめて俺ぐらいやって、しかもこれを公開してみてくださいということですね。で、12万3000円でどっから計算してるのか知りませんけども。で引き上げることは全く理解できません。ああそうですか。でこれからもブレることなくデマばっかりを吐き続けますって言ってるんだこれね。でこれやって、で、あ、これさっきのやつだ、さっきのやつですね、さっきのやつやねんけども。でアホやから議員報酬引き上げについてコメントいただければと思います、よろしくお願いしますということを書くわけですよ。どうなったか、何の議長が書いてまいりました。本文中に維新の会外の貝塚市議が謝罪訂正を求められたとありますが、中川代表、これ維新の、一番古手になります。まあ古手だって、まあ、3期ぐらいしかやってないですけどね。あとはまあ1期やから、もうタルブは1期と、もうちょっとですからね。4年2期じゃないですよ。計算上2期にされてますけども、1年とちょっとしかやってませんから、1年ちゃうちゃうちゃう、1期とね、一気とちょっとなんです。ほんで他のこの長谷川八の、というような他の議員はですね、あと3人ほどおるんかな、全部6人やからね。この他の人らは一期目なんです。でまあそれはええねんけども、ということは中川代表がですね、まあ、一番ベテランということになりますよね。で中川代表がですね、維新ですよ、中川代表、長谷川議員、八の議員から団の議長坂口副議長で飯野議員に連絡がありましたと。で私は中川代表、長谷川議員とお話しましたが、お二人ともあなたの意見と違うとおっしゃってました、維新の会と思わないでくださいともおっしゃってましたよ、嘘偽りのない事実です。これまあ要残したまんまに置いとくんやなと思うんですけどね。これまあ3日ほど置いたまんまってことでしょ。これ見てください、4月1日ですからね、今4月5日ですからね、5日の朝10時45分ですので、これね。 Thank you.
ようこんなずっと置いてんやなと思うんですけど、こう頓挫したんかなと思ってたんですけどね、まあ、残してるんで、まあ、せっかくなんで、取ってあげようかなということです。で、樽川雄太は憲法あらゆる表現の自由を保障してませんよ。それであるならば、何でも言うたらいいじゃないですか。貝塚には日本人しか住まさないと、外国人は全員抹殺しますとかね、で維新以外の政党はもうデマばっかり吐くようなやつらで、で、まあ、増税クソメガネも含めてですね、ああいう議員っていうのはこの場で斬首しなければならないとかね、なんぼでもいいようあるでしょ、そのヘイトなことを言うたりですね、まあ、相手、誰を相手にしてるんですか、野党系相手にしてるんでしょ、ほな立憲も含めてですね、立憲から他の、ね、国民民主とかね、なんかいっぱいおるでしょ、共産とかね、俺そういうような議員っていうのはですね、直ちに今この場でですね、まあ、次回をせえというようなことを議会で言うてみたらいいんですよ、特に国会で言えちゅうんですよ、会派のこと言うんであればね、そんなこと言えるわけないでしょ。ほなら、この憲法あらゆる表現の自由を保障しています。もう全く嘘です。ほんで、ヘイトについてもですね、ヘイトを、厳しく罰するような法律自体がないというのは残念なんですけれども、大阪府条例なんかもかかってます。他のとこでも条例はかかってます。で、ヘイト自体に反対するという法律自体はあるんです。ただ、罰則自体がないというかね。まあ、名誉毀損でやってくれとか、そういう立て付けになってるから、だからそこは問題やというふうに思いますけども、あらゆる表現の自由は保障はしておりません。で、九段の発信について、中川八の、長谷川と話し、SNS 発信は私個人の意見であり、大阪維新の会代表者に意見ではないことを改めて確認して、まあ、そのことを中川市議は、伝えたと聞いてます。何を抜かしとんねんと。これ、先日もありましたよね。吉村知事が万博に玉川徹氏のようなモーニングショーのコメンテーターですけどもね、そういうような万博に反対するような人間、万博に批判的な人間についてはですね、玉川入れないというようなことをどっかの会場で言うたん、どこやったかな、どっかの、大阪やったかな、どっかで言うたんでしょ。ほんならそれを取り上げられてですね、で、まあ、代表は吉村知事ですからね、万博もね。でその中で入れへんってどういうことやねんっていうふうな大きな問題になってますよね。ほなその時に吉村知事が言うたのは、いやいや、あれは政治家としての発言であって、知事としての万博のトップとしての発言じゃないんですよというわけですよ。頭大丈夫か、ほんまに。もう24時間365日任期中は知事であるし政党の代表であるんですよ、吉村氏はね。だけどもう使い分け、そんなことできるんかと。それであるならば、この樽の言うことを聞いてやったらいいじゃないですか。同じこと言うたらいいんですよ。立憲民主、泉代表はですね、もう自分で腹切って自害せえと。で、国会の場でですね、腹渡も出してですね、で、解釈人を共産党にでも首跳ねてもらえよというようなことをですね、言うたらいいですやん。選挙のとこでも。ほんで、いや、ほんで、さっきの馬場君みたいにね、選挙やからね、って言うて、言うてみたらいいんですよ。なんでそれ言えへんのですか。そこまで言うたらもう間違いなく具合悪いよねって分かってるわけでしょ。いや、それやったらもう行き切ったようなことをね、ほんまに言うてみたらいいんですよ。そんなこと言えるわけないでしょ。私は言うてますよ、犯罪者養成政党と。で、議会の中でもはっきり言うてますからね、税によって犯罪者養成政党とは言うてないけども、税で身を助くというような話はしてますよ。で、それで懲罰かけるなんて、かけんかいって言うてますからね。でも岸和田市議会においても、岸会のですね、議会においてもそのこと誰も何も言わないですからね。で、これは当時の管理者は、酒井貝塚市長です。で、副は長野岸和田市長です。この二人に対してもですね、他の維新の議員に対しても、あなた方そうでしょっていうのを言うてますよ。議事録を確認してくださいよ。議事録載ってるからね。でもそういうことは、これ樽はよう言わんのでしょ。私に対して言うたらいいじゃないですか。全くそういうこと言わない。まあ、それはええねんけども、だからもう嘘ば、嘘800でやってますよという話でございますよね。で、中川市議頭固い考えたら知らんけども、謝罪訂正を求められたことは事実ですと。で、私見を述べてるような話は、ここは私見の、あのフェイスブックやったらまだ私見でっていうので逃げようはあるんか知らんけども、私見なんかないんでね、まあ、私見といえば私見やけども、デマを私見というふうに言うような自由っていうのはございませんよということで、これ貝塚市議会がですね、この樽の行動を
そのまま見逃すということになればですね、貝塚市議会であれば中でデマを何を言うてもええんだ、ヘイトにことについても何を言うてもええんだということを本当に許すのかというのでですね、貝塚市議会、今後ですね、これ許すようなことがあればですよ、ほんまに言いたい放題、議会としての品位もクソもないと、デマが巻き起こる議会であるということを議会自体がそれを認めたんだということになるんで、これはきっちりとですね、けじめを取っていただきたいというふうに考えております。